オゼラ FA1 リットルは、オゼラスクアドラコルセが1988年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、アントニオトマイーニ。FA1 リットルは、ターボエンジンを搭載したオゼラの最後の車両。ドライバーは前年、コローニからデビューした、ニコララリーに。FA1 リットルのエンジンは、 実際には1983年にデビューしたアルファロメオ 890T で、オゼッラはこのエンジンを1984年から使用していた。5シーズンにわたって使用してきたが、ポイント獲得は1984年、ダラスグランプリでピエル・カルロ・ギンザーニが挙げた2ポイントのみであった。車両とエンジンが共に信頼性に欠けることが判明し、アルファロメオの親会社フィアットは、 エンジンサポートからの撤退を決定した。エンジンは継続して使用できたが、アルファロメオではなくオゼッラの名前で使用することとなった。結果エンジン名はオゼッラ 890T と呼ばれることとなった。1988年シーズンは小さなイタリアチームの惨めな失敗として見ることができる。890T は1988年シーズンにおける 最もパワフルなエンジンで 700bhp を叩き出した。これは、ホンダやフェラーリの V6 ターボエンジンより50馬力、上回っていた。シーズン初めのモンツァサーキットにおけるテストで、ラリーには、ストレートスピードの伸びを評価し、ラップタイムが励みになるとしていた。しかしながら、車重が重すぎ、過剰なドラッグがトップスピードを低下させ、ダウンホースの不足が、 コーナリングスピードの低下に影響を及ぼしていた。加えて V8 ターボエンジンは燃料消費の多さと低いスロットルレスポンスに苦しめられた。実際 FAA1 リットルはパワーで 100BHP 程度を取る自然吸気 V8 エンジン車に遅れをとっていた。自然吸気車はトップスピードでは劣るもののターボラグに苦しめられることはなく良好なスロットルレスポンスで勝負ができた。 FA1 リットル1988年イギリスグランプリ1987年開幕戦のブラジルで FA1I を使用した後 FA1 リットルは第2戦のサンマリノに登場したしかしフットボックスレギュレーションに合致しなかったためまたエンジンマウントポイントを違法に変更していたということで失格となった続くモナコでは予選を25位で通過 決勝では優勝したアランプロストのマクラーレンホンダから3周遅れの9位となったが、これはシーズンでの最高位であった。続くメキシコでは、コーチの薄い空気の下でターボ車は自然吸気車に対して20から25%のアドバンテージを持っていたものの、予選落ちに終わった。オゼラの 890T は 700HP を発揮したが、 ベネトンの使用するフォード DFR は560から 590HP にしか過ぎなかった。FA1 リットルはメキシコで予選落ちした唯一のターボ車であった。ラリーには1988年シーズン3回しか完走できなかった。モナコでの9位のほか、イギリスで19位、ポルトガルで12位であった。 イギリスでは65周のうち60周まで周回したところで燃料切れとなったが乾燥扱いとなった。前半8戦でポイントを獲得できなかったことで、オゼッラは予備予選を強いられることとなった。ハンガリーとオーストラリアでは予備予選も通過できなかった。FA1 リットルの予選最高位はスペイングランプリの14位でポールポジションを獲得したアイルトンセナの、 マクラーレンホンダから2.945秒遅れであった。ラリーニがドライブした FA1 リットルの平均タイムはポールタイムから5.8秒遅れであった。FA1 リットルは1989年には FA1M に変わられた。1988年をもってターボエンジンが廃止となり、FA1M は自然吸気のフォードコスワース DFR を搭載した。 ありがとうございます。